ゆずはです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。今回はゆずはのおすすめ漫画紹介、イエーイ。ということでゆずはのおすすめの漫画を2個紹介していきたいと思います。それではどうぞ。まず一つ目がこの出てるスラムダンクっていう漫画なんですけど、このスラムダンクっていう漫画がおすすめです。おすすめポイントはこのね、桜木くんがバスケ初心者なんですけど、どん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 バスケが上手になっていくっていうお話がすごく本当に面白い作品となっています。僕たち全国大会へ行くんですけど、その全国大会へ行くまでのお話、練習試合や試合、部活の内容がすごく面白くてめっちゃ笑えます。本当に試合とかやってる時はめっちゃかっこいいんですけど、普通に試合とかじゃない時は本当に面白いキャラで、みんな個性強すぎて本当に面白い作品となっております。今この私の推しの宮城くんが主役となっている映画も2023年の4月までやっているので、まだ遅くないです。1から20巻まで今これぐらいのね、分厚くなっている漫画がアニメイトや本屋さんなどで普通に買えるので、本当に買ってほしいです。買って見るのもありだし、アニメでもやっているので見てほしいですね。見て映画行ってください。はい、本当におすすめします。イケメンがめっちゃいて、パパとママは漫画の方が面白いって言ってるんで、どっちも見てほしいです。でもアニメは101話あるんで結構長いですけど、でも4月までには間に合うと思うんで、1ヶ月ぐらいで見ようと思えば見れるんで、ちょっと本当に見てほしいです。ファイティン。それでは2個目いきたいと思います。ゴーゴー。2個目はじゃん、これです。2個目は1個目と違って少女漫画になるんですけど、この黒崎くんの言いなりにはならないっていうね、漫画がめっちゃおすすめです。1から19巻まであって、まだ8巻までしかないんですけど、めっちゃキュンキュンするお話になっております。これが黒王子なんですけど、あと白王子もいて2巻なんですけどね。そう、ぜひ読んでほしいですね。このヒロインの子が高校デビューしてめっちゃ可愛いんですよ。そう、これは見てほしい。ちょ、ほんと見てほしい。この子めっちゃ可愛くない？そう、めっちゃ可愛いんですよ。ちょっとついでに白王子も、本当にめっちゃイケメンだし、めっちゃ可愛くて、この黒王子と白王子がこのヒロインの子をね、ちょっと好きっていうね、そうお話になっております。本当にめっちゃキュンキュンする少女漫画になっておりますね。マジでめっちゃキュンキュンするし、本当にいい漫画になってて、少女漫画まだ読んでないのが結構あるんですけど、これはマジで続きがすごい気になるし、早く見たいって思う少女漫画だなって思います。最初ら辺は全然そんなハマんなかったんですよ。1巻目ら辺はね。けど2巻目からめっちゃハマっちゃって、本当にめっちゃ良くて、めっちゃキンキンしますよ。本当にこれはめっちゃいい漫画だなって思います。そんな少女漫画読まない、読むは読むけどそんなハマんないんですよ。だから1巻で終わっちゃったり、読んでないけど3巻ぐらいまである漫画とかあって3巻まで読んで4巻目とか買わない、その前半巻あってるのに3巻までしか買ってない漫画とかもあるんで、これだけはマジでおすすめしたい少女漫画ですね。そう、多分まだね、読んでないだけでおすすめしたい漫画あると思うんですけど、この少女漫画がマジで本当に好き。そう、本当に、そう、これはママとかミッチーも読んでて、そう、好きって言ってたんで、ぜひぜひ紹介したいなって思っちゃって本当にめっちゃいい漫画ですね。スラムダンクとこの漫画は結構真逆
最悪っていう感じなんですけど、どっちもおすすめしたい。あっちも本当にめっちゃいい漫画だし、こっちもめっちゃいい漫画で、キュンキュンする少女漫画とドキドキハラハラ、ドキドキワクワ、ドキドキハラハラの少年漫画。少年漫画と少女漫画ってさ、全然違うと思うんですけど、本当にどっちもマジで読んでほしい。どっちもいい漫画で、そう、スラムダンクはアニメもあるし、これってアニメあるのかな？私、アニメで一回調べたことあって、でも出てこなくて、だから漫画で読んでるんですけど、どっちもいいんで、マジで読んでほしい。少年漫画と少女漫画ってさ、結構真逆なイメージあるけど、どっちもおすすめしたいっていうことです。めっちゃいい漫画やアニメになってるんで、本当に見てほしいですね。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。ぜひおすすめの漫画コメントにお願いします。バイバーイ。